はい、皆さんこんにちは。レック専任講師で公認会計士の寺内泉と申します、えー、今回は会計のスペシャリストね。日照簿記1級とまあ、レックの講座の魅力についてお伝えしていきたいと思います。えー、この動画を、えー、見てくださっている皆さんの中にはこれからね。簿記を初めて学習してみたいなね。学習してみようかな。1級まで取得したらどんな働き方ができるんだろう？ っていう,ふうにえご興味をお持ちの方、まあ、あるいはすでに募金2級まで、えー、合格されている方ないしね、あのー、学習を終えていらっしゃる方2級まで学習を終えていらっしゃる方、ね、え2級と1級で何が違うんだろう、ねまあ、2級結構頑張ったよってそれでもまだ1級目指した方がいいですかどっちがいいかな、ね、やった方がいいのかなって、ね、迷われている方なんかも、えー、いらっしゃるんじゃないかなと思います。 そんな皆さんに向けてですねまず結論から申し上げると2級までの学習を通してですねあの経理実務を通してでもいいんですけれど今まで、ね、その会計に触れてきた中であ楽しいな会計結構自分に合ってるかなと思えた方はぜひです、ね、もうぜ,ひぜひ1級まで取得をおすすめします。 二級は、えー、確かにですね、こう年々出題範囲も今広くなっていますしね、あの、経理実務においてかなり、えー、重宝される資格になりました。で、もちろんね、取得するまでに二、えー、級だって結構なね、時間を要しますよね。 で、ある程度の時間かかるんですけれども、まあ、その時間に対して就職とかねえ、転職っていう面から考えると、えーまあ、一言で言うと非常にコスパがいいのがね、2級だということで、私もですね、あの、募金をね、これから学ばれる方に対しても、ま,あ、まずは2級目指しましょうと。ね、あの、3級でちょっと様子を見て、楽しかったらまずは2級取りましょう。ね、あの、そういうふうにお勧めをしてきたんです。まあ、なんですけれども、ちょっとね、これを見ていただきたいんですよ。 これあの最近ねできたばっかりのレックのね2023年度の検定向け日照簿記1級のパンフレットの表紙なんですが、ね、このパンフレットの、ね、表紙に大々的にお伝えしているんですけれどまさにボキの最高峰です、ね、2級と1級の差って言ったらやっぱりねその道のスペシャリストと、ね、胸を張れるかどうかっていうところがもう非常に大きいと思います。 ちょっとねこちらのデータも、まあ、せっかくね今、パンフレット置いているので見ていただきたいんですがしょ映るかな見えてますでしょうか、この、ね、下の、えー、グラフのところをちょっと見ていただきたいんですけれど回、まあえー、によって多少前後しますがだいたい10%。 ぐらいですね。10%税込で、えー、合格率推移しています。毎年1,500人くらいしか1級は合格しない。ね、希少価値が、えー、非常に高い資格なんですね。当然、1級を取得で、まあ、2級だけを、ね、持っている時よりも就職とか、まあ、転職の選択肢が増える。まあ、あるいは社内の、ね、評価につながるよとかね、まあ、そういうことも魅力のうちかもしれないんですけれど。 あの、受験勉強を乗り越えてね、そんな難関試験の合格を達成したっていう経験もそうですし、何よりもですね、自分の専門はこれだと、ね、自分は会計のスペシャリストなんだと、自信を持てること。この自信っていうのは、誰もがね、簡単に欲しくってもね、得られるものではありませんので、非常に大きなね、財産になるんじゃないかなと思っています。こう自信があると、思考 考え方が前向きになってきますしで、思考が前向きになると行動も変わってきてね、積極的に、もうチャレンジングになって、その分ね、どんどんチャンスもつかめるようになってくるで。そういう方っていうのはですね、ただなんとなく仕事をこなすんじゃなくって、自分自身がいかに幸せに、ね、いかに輝いて、組織とか社会に貢献できるか、そういう視点でご自身のキャリアをね主体的に築いていけるようになるんじゃないかなと思っています。 で、私、あの、公認会計士ということでですね、私自身が公認会計士の、えー、監査の仕事を通してですね、今まで、まあ、たくさんのお客さん、まあ、クライアントに、えー、訪問して、経理のご担当の方とね、お話をしてきました。で、その中でもですね、特に、えー、印象に残っている経理の方がいてですね、1級をお持ちの方だったんですけれども、 まだ、えー、当時、ですね、まあ、私がその方とお会いした時で、えー、当時で30代半ば,半ば前半ぐらいかなの、まあ、まだお若い方でしたがあのこちらもですね背筋がこう伸びるくらい非常に優秀な方だったんですね。 でその会社はです、ねまあ、上場企業だったんですけれどまだまだ、ね、成長期の、えー、勢いのある会社でして毎年毎年こうどんどん、ね、新しい事業を打ち出して、まあ、企画してはチャレンジしてということを繰り返すような、ねえー、非常に、えー、アグレッシブな会社だったんですね海外にも、まあ、国内にもたくさん子会社持っていたりして、まあ、そういう、ねあのー、勢いのある会社でしたでこんなふうにです、ね、会社が、えー、新しい事業を企画しては、まあ、新しい事業に取りかかる。 とといいいうことをこううこを繰り返していると、まあ、そういう中で経理部門で何が起きているかということなんですがその、ね、新しい事業における取引が行われた時にこれどういう仕分けを経理上、ね、あの切るんだろうという検討を行っていく必要があるんですね経理部門において。 でまあ、仕分け切るっていう話だけじゃなくってもっと言うとねどんなふうに財務書表を作るんだとかその財務書表を含む有価証券報告書へどういうふうに記載していくんだっていうような検討を、えー、経理の方っていうのは行っていくわけなんですね。 でまあ、財務省表を含む、ね、有価証券報告書というのは会社が、えー、主体になって、えー、主体的に作成する責任がありますのでその時にねあのやはり関連する会計基準を、えー、しっかり知っているよ理解しているよということは、まあ、当然、えー、必要になってきます。でさらに言うと目の前でね起きたその新しい取引についての会計処理がこう必ずしも会計基準、まあ、いわゆる教科書にね書いているとは限らないんですよ。 だから教科書に載ってないようなこと、まあ、明確には書いてないことなんだけれども会計的な考え方、ね、会計的な思考で正しい会計処理っていうのを自分たちで判断していかないといけないような局面も出てくるんですね。 はい、で、実務においてはですね、まあ、会社の経理の方っていうのは、あの、まあ、我々公認会計士と、えー、適宜相談をしながら、会計処理を固めていったりするわけなんですけれども、まあ、その時にですね、この、えー、優秀なね、経理のご担当の方ですけれど、会計基準をね、あの、私たちがいる。 監査部屋にね、小児科警視があのいる部屋に、えー、監査基準持ってきてですね、すごい分厚い監査基準持ってきてですね、会計基準ね、持ってきてですね、ここの基準に、あのこのような記載がありますので、うちの会社でこういう取引を行ったとしたら、こんな風に、えー、会計処理。 まあ仕分けを切る必要がありますよよねねそれが適切ですす、ね、先生と、ね、あのすごいもう完全に会計士と対等にというかもうむしろ食い気味にですねあの目を輝かせながらあのご相談にいらっしゃった姿え非常に印象に残っています。はい、でまあそういうねあのご相談受けた場合っていうのは、まあ、我々もですねプロフェッショナルとして、えー、その点あの 確かにねこれこれこういう時には、まあ、そういった会計処理するのが妥当ですねとねそこは、えー、我々も合意しますですがこういう考え方もありますよねとね、まあ、基準についてねこういう考え方もできますよね、まあ、その点御社ではどのようにお考えですかとかねあの会計処理一つとってもこれだけねあの専門性の高い、まあ、ちょっと今これこれとか言っちゃってねあの具体例では話してないんですけれど非常にねあの専門性が高い答えがないようなものを、えー、一緒に、えー、見つけていく 正しい処理を見つけていくっていうような非常に専門性の高い作業が行われているわけなんです。うんまあね、会計処理一つで財務諸表の数値っていうのは大きく変わりえますのでその財務諸表を見てね投資家っていうのはだってあの投資の、ね、意思決定っていうのを行っているわけですから経理っていうのは本当にその会社のね経営の根幹、まあ、資金調達っていうねその経営の 根幹を握っている、まあ言ったら非常にダイナミックなね仕事なわけです。非常にね重要性も高くって、えー、責任のある仕事なわけなんですね。またあの別のとっても大きい、えー、製造業のね会社さんのお話ですけれども、まあ子会社の、えー、経理の状況ね親会社の。 そのね、私のお客,さん、えー、お客さん自体は親会社の立場ですけれど、まあ、その親会社がね、指導した正しい会計処理が、えー、きちんとね、すべての子会社でできてますかっていうのを確認するために、えー、全国、 ね、あるいは海外にも出張行ってね。その子、会社の、えー、会計をチェックするような仕事されている方もいらっしゃいましたね。まあ、今はね。ちょっとまあコロナとかもあってね。あの出張自体制限されてます。っていうお話もあるかもしれませんが、まあ、いずれにしてもとってもですね。あの、アクティブでグローバルな仕事ね。あの働き方っていうのをされている方も多くいらっしゃいます。 はいまあ、どうでしょうかね経理職のイメージ、こう何でしょう経理の仕事って、まあ、いわゆるバックオフィスの業務ということで営業とか、ね、そういうあのフロントオフィス業務ですか、まあ、そういった業務に比べて、ね、ちょっとこう、えー、地味なイメージというかね、あのー、そういうイメージを、ね、お持ちの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、ことこう上場企業のリーダーのポジションね経理のリーダーのポジションとなってくると、まあ、あるいはそれに、ね、近いポジションとなってくると あの会計とかですね、まあ、自分の会社の事業の取引についての知識をきちんとねあの、まあ、理解してアップデートしていくっていうところはもちろんですがコミュニケーション能力とかね、まあ、そういう主体性積極性この公認会計士ね食い気味にあの質問に行くようなこういう姿勢とか積極性とかねあのそういったところも求められるようなこう、まあ、熱量高めな仕事なんじゃないかなとね個人的には非常に、まあ、自分の経験を通してね感じているところです。 まあそんな風にえ私もえ専門性を持ってねスペシャリストとしてえ生き生きとねえ活躍してみたいなと思われた2級取得者の方まあ,あるいは2級学習済みの方ねもうあと少しです本当にねあと少しえ頑張ればね手が届きそうなところにまあそういう働き方ねキャリアがえ待ってるというところですね是非ご認識いただいてですね。 あの勇気を持ってねそのせっかくこう持っている今すでに持っているこの2級っていうキャリアですね、えー、無駄にしないで、えー、ぜひ勇気を持って飛び込んでいただけたら、えー、さらにねこうグッと、えー、皆さんの世界が広がっていくんじゃないかなと思っています。はいでじゃあねあと少しっていうけどどんぐらいだよっていうところが気になると思いますので1級の本試験と、えー、レックの、ね、1級講座についても少しお話をしていきたいと思います。 パンフレットを、ね、少ししお見せしますね基本的な一、えー、級のクラスっていうのが一級このパーフェクトちょっと見切れちゃってますけれど一級パーフェクトコースという講座に、えー、なります。 はい。で、えー、まずね、学習の期間についてなんですけれど、一級は全部で受験科目が4科目ありますが、レックの一級講座ではですね、商業募金と会計学、で、工業募金と原価計算っていう形で2つに分けて授業を行っていきます。で、1回の授業はですね、まあ大体2時間半で、えー、学者向けの授業ですと回数が、えー、当連除いて、 66回ですね。商業簿記会計学で33回、工業簿記原価計算も全部で33回で合計66回あります。で、これ単純計算しますと、まあ、毎週3回受講していくと大体5か月半。で、毎週2回の受講だと8か月強っていうペースになります。はい。まあ、これね、当然このペースで授業の復習も並行して行っていただくのと、ここにね、あの、あるように、当連ですよね。 まあ、パーフェクト,トーレンとか合格トーレンっていう形で直前期は、登園中心に、ね、アウトプットトレーニングの期間が必要になりますので,、まあ、どうでしょう2級までの,、ね、あの学習の程度によるので何とも言えないんですけれど受験までは、ね、大体ここにプラス1、2ヶ月くらい余、ね、裕を見ておく感じかなというところですねあの正直ね、人によるというところなんですけれど、まあ、大体そのような、ね、学習期間で考えていただければと思います。 はい、ただ、ですねあの私が担当しているのが工業簿記と原価計算なんですけれども、このね工業簿記原価計算について言いますと、かなり2級と学習範囲がかぶってるんですね。ちょっとね、あのせっかくなので、<laughs> 宣伝じゃないんですけれど私のねここの工業簿記原価計算攻略のポイントって形で書かせていただいた記事、写しておきますが。 今日ですね、あの、この動画え、収録しながら、まさに並行してね、1級の講座、あの、絶賛収録中なんですけれども、もう自分で教えていてもね、やっぱり半分くらいはね、2級で皆さんすでに学習済みの内容なんですよ。ね、で、レックのテキストの素晴らしいのが、そこについてもね、2級の範囲についても、ちゃんと1級のテキストで取り扱ってくれてるんですよね。 はい、だから2級のテキストね基本的に戻る必要な1級のね受講生の方は2級のテキストまでね基本的に戻る必要ありませんし、まあ、授業でも「えー、ここね2級でやりましたよね」みたいな形で解説していきます。でさらにねそこを飛ばすってことしないで基本的にはあの軽くでもねさらっていきますのでがっつりこう33回分新しいことを覚えなきゃっていうことではないです。 はいまあ、一方でですが、えー、レックの、ね、1級の講言のテキスト研究論点とか参考論点もかなり充実していてですねあの受験の教材としてあの非常にレベルが高いと思っています、ね、あの会計士試験の合格した私から見てもですねかなり細かいところまで取り扱っているなという印象です。 で、そこまでのね、学習は、えー、合格にね、えー、最短距離で、まあ合格するってことを考えたら、えー、逆に非効率なんじゃないかなとね、思われる方もいるかもしれませんが、そもそもね、あの、2級と学習範囲が半分もね、被っているのに、1級がなんで1級なのか、まあ、1級がなんで難しいのっていうと、それね、トレーニングとか説明の問題形式を、 丸暗記しただけだとと対応応でできななないいようう用的問問題ががわれることがあるこあんですね1級ってい,うのは、はい。で、本試験当日にそういうね初めて見るような問題が出題された時にふ、まあ、普段から自分で考えてちゃんとねその背景にある考え方とかを深く理解するっていう学習が意識できていると結局はこういうことでしょとね初めての問題を見た時に結局こういうことでしょとね本質を見抜く力が備わっていきますので。 まあもちろんね、重要性に応じてメリハリつけた学習っていうのは必要なんですが、そこはあの授業でもね、お伝えしていきますし、こう逆に言うとね、全く有用でない情報っていうのはテキストに載せてませんので、ぜひですね、こういったあの研究論点みたいなところもね、有効に活用いただければいいんじゃないかなと思います。 はいいかかがでしたでししたょうかあの時間が、ね、来てしまったので今日は本当にあのこの辺でね残念ながらお別れなんですけれど本当はですねまだまだあの日商1級の、えー、キャリアの、ね、魅力について全然もう正直話したりないです。 ね、あの今日はです、ね、経理職のキャリアにフォーカスして、えー、私が、ね、お会いした、えー、経理の方の、ね、お話とかさせていただきましたけれど、まあ、経理にとどまらずですね、まあ、営業で営業職ですとか、えー、工場の、ね、製造現場においても1、えー、級の原価計算学習するとコストの感覚が、えー、非常に身につきますのでより数字を意識して、えー、利益に、ね、結びつく、えー、合理的な判断ができるようになります。 で特にです、ね、あの経理に比べるとそれ以外の部署というのは会計に関する知識をお持ちの方がまあ相対的に少なくなってきますのでさらに、ね、皆さんの希少価値、まあ、一級取得者の、ね、希少価値というのが高まるんじゃないかなと思います。 まあ、どの部署でも、あの、そうなんですけれど、一定のね、管理職とか、まあ、経営人になった時、あるいはね、皆さんが、あの、ご自分で、えー、事業を行いたい、まあ、起業したいなって言った時にですね、自分の会社の数字だけじゃなくって、えー、業界ですとか、競合他社の数値まで、えー、分析するね、能力、まあ、資料を読み解いていく能力っていうのも、えー、養われますので、物事をね、数値で語れるっていうスキル、ね、これが、あの、非常に、えー、強い武器になるんじゃないかなと思います。 はいといととうことでまあ一人でもね多くの方が、えー、レックの日照一級講座で、えー、ご自身の専門性に磨きをかけてですね、えー、より幸せなキャリアをつかんでいただけたらコースとしてもねあの私も大変嬉しいところでございます。はき、いまあ、今日お伝えしきれなかったところもあるんですけれど、えー、ぜひですねレック一級講座の詳細な情報は、えー、ぜひ、えー、パンフレットをご覧の上ですね、まあ、各校の受付にもご相談いただければと思います。はい ね、私もあの残りの工業簿記原価計算の収録あとえ13回くらい残っているところなんですけれど、まあ、通信講座、ね、皆さんの,あのお顔直接は見えないんですが、まあ、対面の講座と同じようにですね、まあ、皆さんが私の目の前で、ね、受講してあのくださっている気持ちで、えー、全力で授業収録していますので、まあ、よろしければ、ね、ぜひぜひあのご覧いただければ嬉しいなと思います、ね、またた授業でででお会いいきたら嬉しいです。